ポ,ポンポーンポ、まあそのにしもね、まあ、今日は東日本大震災からまあ12年、えー、経ったということで、まあ本当にまあっという間のね、まあ、12年かなというふうに思うんですけども、まあ、今日は各地でね、えー、な黙とうを、ね、捧げる動きとか、いろいろありましたと、まあ、いうことなんですけども、いや、もうそれはね、もちろんあの大切なことだなと思うんですけども、やっぱその、 やっぱりその東日本大震災っていうのはね、やっぱり一番大きな問題っていうのはこの地震もそうなんですけども、やっぱ福島県でのこの原発事故っていうのがあってですね、まあ福島県民の方がふるさとをね、まあ、失って、で、この間ね、なんかやっと帰れるみたいな、なりましたけども、ほとんど帰れてないと。いやいや、もうそれはもう当然だと思うんですけども、そんな、あの、もうね、あの、やっぱり、 その10年やそこらでですね、元通りになるかというと、まあ、決してそうではないっていうことが、ま、示されてるんじゃないのかなというのは思うんですけども、だからやっぱりその、 12年前の,その震災、原発事故っていうのをあの教訓にしてですね、これからどうしていこうかと、さらに社会を良くしていこうかっていう考えなあかんのが、やっぱり僕たちのね、やっぱ責任やと思うんですよね。まあまあまあ、それいろいろあるんですけども、今日はですね、ニュースでおっと思ったのが、日比谷公園で、 えー、小泉純一郎元首相と菅直人元首相がですね、この、えー、この震災から12年ということで、なんかイベントがあったみたいですね。このピースオンアースっていうんですかね。311未来の集いピースオンアースという。 えー、このあれだと思うんです。もうそこに小泉純一郎さんと菅直人さんがですね、えー、登壇してですね、やっぱ原発ゼロにしようということを、えー、訴えたと、原発ゼロにと訴えと、小泉さんと菅さん、ね、えー、与野党が共同でね、えー、原発ゼロに、えー、しようといえば、まあほとんどの国民は賛成してくれるのではないかと。 時の総理が自然エネルギーを活用して原発ゼロにしようといえばほとんどの国民は賛成してくれるのではないかと小泉純一郎さんが言って、まあ、岸田政権を批判したというふうに、まあ、共同通信の,あの記事では書いているんですけども、まあ、やっぱ今の岸田政権になって、ねまあ、本当その原発ゼロどころかです、ねまあ、どんどん再稼働していきましょうみたいな、ねまあ、そういう流れになってしまっているというのが本当12年経って ですねえー、この10年間あの、ちゃんと見てきたのかなと、本当に岸田さんもみんなの声を聞いてきたのかなと、国民の声を、ね、聞いてきたのかなと思うんですけども、まあ、本当なんか、の今の日本がです、ね、あの物価高で電気代もね、もうガーっと上がってです、ね、僕もう本当、それは困るなと。 まあ国がなとかしてほしいなというふうに、まあ、思うんですけども、まあ、一応、岸田政権ではです、ねまあ、電気代の補助とかね、あの2000円ですか、月2000円とかやるとかで言ってるんですけども、まあ、それの代わりと言っちゃなんですけども、その原発の再稼働も進めていこうみたいなね、まあ、そういう、もう本当、12年前の,あの震災だったり、原発事故っていうのは何だったのかなって思ってしまうような動きを今、岸田政権はやってると。 うん、でそれはもう、小泉さんだって、僕はもう、批判するのは、ですね僕はもう当然だと思うんですよね、まあ、それはやっぱり国民のね、命だったりですね、こうやってその生活が奪われたりっていうのがあったからということがあって、それをやっぱり繰り返したらあかんというのはね、僕は誰もが思うことだと思うんですけども、まあそうじゃないと、この間ね、原子力規制委員会でもですね、原発、 えーまあ、原子力規制委員会というのは、まあ、原発をどうやって、ね、あの安全性を高めた上で動かすかという、そういう委員会だと思うんですけども、まあ、そこでも、ですねやっぱそのこの規制委員会のこの会合というのは、老朽原発の,その運転延長ですかね、運転期間を実質的に延長するという話し合いの中でですね、 まあそれが一人反対したっていうのもね、こいだついこの間あったばっかりですよね。先月の2月14日ですかね。うん。いや、それだって、やっぱその、この一人だけじゃなくて他の人だってですね、今の岸田政権がこの原子力規制委員会をですね、 原発を動かそうという前提で、もう期限を決めて、こう、せかすようにや、やってるから、そういうのも良くないみたいなことを言ってはったと思うんですよね。まあ、そんな中で、え一、ー、人、え反対が出たということですね。やっぱり僕は岸田政権が、やっぱり良くないなっていうふうに。 まあ僕はやっぱ思いますね。やっぱこれはね、いくら電気代が高いとか、えー、日本がね、そのエネルギー問題で、あの、なんていうんですかね、まあ、あの、何ともなくなってきてると、いうのがあってもですね、まあだからといってこんなあかんもんにね、やっぱ手をつけたらあかんということはね、僕は言っていかないと、本当に僕は、あの、なんていうんですかね、こう、例えばその、 小泉純一郎さんとかね、菅直人さんだってもう、かなりのもうお年だと思うんですよね。小泉純一郎さんも80近いんじゃない ?81 歳ですよね。菅直人さんも70代後半だったような気するんですけども、あの、まあ、もうこの二人は言うたらね、そんななんていうんですか、こう76歳ですか、菅直人さんもね。 まあ言うたらこの2人とかだって、ですね、まあ、そんなもう先はね、僕は長くないと、でもそれでも言っていかなあかんことは言っていかなあかんというね、元首相経験者であると、元総理大臣の経験者だから言わなあかんというのが、僕はやっぱり強くあると思うんですよね、やっぱそれはやっぱり後世にこういう原発っていうのを残したらあかんと。 いう気持ちっていうのが、やっぱ僕は強いんじゃないのかなっていうのは思いますし、まあ僕だってね、だ僕とか、まあ今のね、別に総理大臣じゃなくても、やっぱ僕なんか、その原発、えー、事故が起きる前からやっぱ原発あかんっていうふうにね、まあ言ってきたわけなんですけども、まあそれでもそういうことが起きてしまったと。うん、でも、まあ僕なんかも、その、そんなね、あの、なんていうんですか、この後、 100年も200年も生きるわけじゃないんですけども、やっぱり、それやっぱ残したらダメだっていうことで言うていかなあかんっていうのは、もちろん事故が怖いとかですね、自分の財産を失うとかね、自分の居場所を失うっていうその、まあ、怖さっていうのも当然ありますけども、やっぱその、僕たちの次の世代の人たちに、やっぱこういうものは残したらダメだっていう、 気持ちでやっぱり原発はダメだとかね、そう言ってる人の方が多いんちゃうのかなと思うんですよね。そういう意味でもね、まあ一時的にこ電気代が上がったとかですね、まあそういう問題はあるにせよですね、いやでもやっぱり原発はなくしていかなあきませんよねっていうことを僕は言うていかないとね、本当にあの、また同じ失敗を繰り返すんじゃないのかなっていう、そういう 繰り返して、同じ失敗を繰り返して、また次のね世代、あの子供たちとかに、まあ、同じような苦労をさせてしまうっていうね、僕はそっちの方がね、やっぱだんだん大きくなってきてましたよね、もう僕ももう、まあ、おっさんになってきてるっていうのもあってね。うん、やっぱそれはあの 単純に事故が起きたらダメとか、あの怖いとかですね、なんかいろんなものを失ってしまうっていうものよりも、やっぱ次の世代のために残してあかんなっていうのは思いますよね、まあ、最近なんかで言えばね、広島にあの原爆が落とされた、なんか、裸足のゲンっていう漫画もね、まあ、これなんか僕らも,も。 あの小学生の頃とかでいっぱい呼んでましたけども、まあ、それを、ね、教科書から載せないみたいな問題ってのはこの間起きてましたけども、まあ、あれだってその、日本は、ね、原爆を落とされて、やっぱりあの原爆はだめだよねっていう方向に行かなかのに、まあ、日本ではですね、日本は日本も核を持つべきだみたいなね、そういうことが言う政治家が出てきたりとかしてですね、 まそそれもその過去のその広島の教訓っていうのは何やったのかなっていうのがあの僕は思うしね、まあ、そういうので、やっぱ裸足の原因の問題に関してもですね、やっぱり、ね、いや、載せるべきだと、ね、今後も載せるべきだみたいな意見っていうのが まああの出てきてるのかなという感じもするんですけども、まあ、どうもね、やっぱり日本っていうのはその、まあ、アメリカにね、戦争に負けて、えーまあ、原爆だってね、アメリカ軍に落とされたと、まあ、原発だって、アメリカからもたらされたものであると、原子力っていうのがねで、そういうのもあって、本当にその、なんていうんですかね、こうなかなか。 こう逆らいがたいものがあるのかもしれませんけども、いやでもダメなもんはダメですよっていうことをやっぱ言うていかなあかんというかね、やっぱ思い出さなあかんなっていうね、その12年前の原発事故だったり、その前からもね、決してもう原発の危険性っていうのはですね、事故が起きる前から散々指摘しているわけですよね。小出弘明さんなんかはね、ずっと あの、兄弟のね、あの、原子炉、えぇ、ー、助教ですかまあ、助手の立場としてずっと反対してきたと。もうそう、なんていうかね、この、えー、もう本当に若い頃から反対されてきてるわけですよね。で、その時だって原発、 はですね、それでも動かさなあかんとかですね、原発っていうのは100%安全だと、もう絶対安全だから、絶対事故は起こさないから大丈夫なんだと、50の壁で守られてるから、あの、絶対事故なんか起きないみたいなことを、まあ、電力会社も国も言ってきたんですよね。それがやっぱり12年前の原発事故っていうのがですね、起きてですね、まあ、あれってその、 えー、レベル7でしたっけもう最高の、あの、レベルの、もう、事故が起きてしまったっていうね。で、まあ、その前にも、その、ソ連ではね、今のロシア、えー、昔言えばソ連で言えばジェルノブイの原発事故とかも、えー、何十年前にも起きてですね、その時だ、その時もやっぱ原発って危ないなっていうのはあったのに、同じことを、えー、何十年後かの日本でも起きてですね、 まあそれでそこからさらに12年経ってね、あのー、また同じような、ね、ことをするんですかと、南海トラフ地震とかの危険性とかリスクとかも指摘されてる中でね、また同じようなことを繰り返そうとするんですかということは、やっぱりね、ずっと言っていかなあかんのかなっていうのはね、思いますね。それはやっぱり自分たたちのため じゃなくて、もう小泉さんだってね、菅直人さんだって、もう今回日比谷公園でね、えー、イベント企画した人とか集まった人もですね、やっぱり自分たちのことっていうより、やっぱ次の世代のためのことを考えて、やっぱ言ってはる人の方が多いんちゃうのかなと思うんですよね。まあ今ね、SDGs とかっていうのがなんか子供たちにもえ教、え、 教育ってのはね学校でされてるみたいなんですけれども、いやっぱ原発とかね、原発とかそういうものと SDGs っていうのはもう全く真逆なもので、やっぱこれはね、やっぱ子供たちもね、やっぱ考えてほしいなっていうね、僕はそういうあの思いはしますけどもね、なんかネットではね、原発ってまた必要だみたいな声がなんか多くなってきてるようなね、イメージって植えつけられてるような感じしますけども、いや、そうじゃないと。 やっぱり危ないもんは危ないんですよと、えー、原発事故から12年経っても、ですね今でも福島原発からは、1グラムの燃料デブリも取り出せないと、えー、あの原発のゴミですよね、核ゴミが取り出せないというニュースも出てたりとかしてね、やっぱりこれは問題あるなということを、やっぱりみんなが共有して、ですねやっぱり原発っていうのを考えのあかのちゃうのかなっていうふうに思いますけどもね。 チャンネル登録よろしくね。